反文彦は、日本の映画監督、CG 監督、映像クリエイター。大阪府出身。OXYBOT株式会社取締役。両親は、広島県三次市の出身。映画、未知との遭遇に強い感銘を受け、中学生の頃にはすでに映画監督を志望。学生時代は、パソコン上で CG のプログラムを組むといった CG 制作に関するスキルを身につけていた。1986年 TBS テレビに入社し、5年間電波設備の設計やアンテナ設置の仕事に就くが、後に設立された TBS 開発局デジタル開発センター CG 部に異動になったことにより、映画制作への道を歩み始める。1996年に社費留学制度を用いアメリカ、南カリフォルニア大学に入学、同大学で映画学科を専攻した。1997年、在学中にアメリカの VFX 会社デジタルドメインにて映画タイタニックに CG アニメーターとして参加。その後帰国し、映画、継続、映画ビューティフルドリーマーなど多くの劇場作品で VFX スーパーバイザーを務めたほか、テレビドラマでも、ビューティフルライフ、池袋ウエストゲートパーク等のドラマで、タイトルバックや VFX シーンを手掛けた。2002年のピンポンで映画監督デビュー。第26回日本アカデミー賞にて、優秀作品賞、優秀監督賞を受賞。第24回横浜映画祭にて、新人監督賞を受賞。2004年には、自身初の 3DCG アニメ映画、アップルシードをプロデュース。モーションキャプチャーとトゥーンレンダリングを組み合わせた 3D ライブアニメという独自の手法で注目を集めた。同年12月、所属していた TBSCG 部の主要メンバーらと共に映画制作会社OXYBOTを設立し、同社の取締役に就任した。2007年8月には 3D ライブアニメによる作品の第2弾となる。ベクシル2077日本鎖国にて、監督、脚本を務める。この映画は、OXYBOTとしては初めて同社が手掛ける長編アニメーション作品となり、第60回ロカルの国際映画祭のオープニング作品に選ばれたほか、ロンドン国際映画祭、トロント国際映画祭、釜山国際映画祭など多くの映画祭に招待された。その後も映画制作のみならず、2009年10月には、ドリカム20周年ライブビデオ、20th Anniversary Dreams Come True コンサート、ツアー2009撮りしてますの映像監督を務めるなど、活動の場を広げている。ありがとうございます。